right, good morning. So that was some excitement. We lost our backup computer yesterday. Suzuki-san dropped it, and we lost our main computer yesterday, and our backup computer refused to boot, but we're okay now. So anyway, my name is Mark Cerny. I'm here to introduce Yu Suzuki's talk. He's got a very special session prepared for you today. He'll be talking about the creation of Shenmue for the first time ever. And you know, as the talk is full of hardware specs, kung fu styles, and details from the game, I'll be helping out from the translation booth. A couple notes before we get going. Anything that makes a noise, cell phones and so on, please turn it off. And I guess, please, that's it. Please join me in welcoming Suzuki-san. Thank you for coming today. Let's start. Father! Stay back, Ryo. For the last time, where is the mirror? I will have my revenge. Let me invite you to hell. This area has been getting rather dangerous recently. Would you like something to eat? I'll give it a try. I'll teach you the steps. Step forward, step again. Then kick, okay? Don't you dare touch her. Instantaneous judgments will affect your fate. So you know about Landy. Just who the hell is he? Every experience will differ from another. I'll only tell you if you prove stronger than me. Area, enormous number of characters. If Landy gets that mirror, no one can stop him. Is this a game? Father! Keep friends. Those you love. No! Of a true, fully interactive game. Step into another reality. Shenmue. こんにちは、鈴木優です。今日はシェンムーの開発について話したいと思います。短い時間ですがよろしくお願いします。私は83年にセガに入社してからアーケードゲームを重点的に開発してきました。まあ、あそこにあるようなゲームを作ってきたわけです。当時アーケードゲームの平均のプレイ時間の理想が3分で、3分の中にゲームのエッセンスを凝縮します。次に開発するタイトルが時間制限のないコンシューマーで考えていました。普段ゲームプレイをしない私は80年代のアドベンチャーゲームの経験しかなくて、90年代の RPG のリサーチを始めました。80年代の懐かしいゲームがあそこに
出てると思いますけど、この頃のゲームは懐かしいですね。とても夢がありました。改めてプレイチェックをしてみると、壁の前でスタックしても歩きのモーションが止まらなかったり、 NPC の方を向かないと話ができなかったり、すぐに不満や疑問が出てきました。こんな不満が次のゲームの改善点となっていきました。プレイチェックとリサーチによってゲームの構成が決まったので、早速サターンを使って RPG の基礎研究に入りました。タイトルは桃のじいさんと言いまして、フル 3D で描画、コリジョン、クリッピング、これらの負荷テスト、キャラクターコントロール、キャメラ、イベント、クエスト、会話システムの実験などを行いました。この基礎研究でのプロットの一部を紹介します。憲法の達人らしき風格の男が日向ぼっこをしています。太郎、劉老師を知りませんか？男、わしは桃が食いたい。桃を持ってきたら教えてやる。クエスト、桃の木探し。門のそばにリンゴの木がある。手が届かない。門番から棒を借りる。リンゴをゲット。太郎はリンゴを男に渡す。男、わしが食いたいのは桃じゃ。男が激怒する。時間がないので中間をちょっとカットします。老人の周りで子供たちが歓声を上げています。太郎はそっと近づく。ストーリーイベント開始。老人は石を投げ水切りをしている。老人の投げた石が水面に当たるたびに魚に命中する。魚が腹を向けて水面に向く。浮く。子供たちは夕飯のおかずをゲットして喜んでいる。一個の石で2-3匹に命中する。常人離れした光景を目撃した太郎は、その老人が劉老師であると確信する。ストーリーはこんな感じです。これがシェンムの大元の、あの基礎研究になりますね。96年には基礎研究の結果をもとに具体的な企画構成に入りました。バーチャファイターのエンジンを使用したフル 3D の RPG でマルチバトルが可能です。特徴はフル 3D でフルサイズの RPG、 フルボイスでキャラクターのリアリティを上げます。シネマティックなアプローチでプレイヤーの感情移入度を上げます。複数対戦型バトルを可能にします。バーチャファイターの IP を使用して格闘エンジンとモーションを活用します。アキラ、ラウ、パイ、リオン、シュン、ジャッキ、サラ、これらのモーションを使用します。中国拳法を使うので中国が舞台です。主人公はアキラにしました。後に93年に訪問した中国が
ストーリーに大きく影響を与えることになります。96年のトリップですね。そこに出ている若いのが私ですね。すごい恥ずかしいですけど。ちょっと八極拳のビデオテイクがありますからご覧に入れます。とてもインプレッシブな拳法ですね。返し技のヒントを得るために少林寺に行きました。その後、八極拳の達人郷連氏老師を訪ねました。老師は歓迎の酒の飲みすぎで八極拳のはずが水拳状態になってしまうこんな感じになってしまう。スパーリングの時に寸止めって途中でピュッと止まるんですけど、寸止めが効かずに私は石畳に頭から落ちてこうタンク部ができてしまいました。いや、今となってはとてもいい思いです。これが少林寺です。真ん中のやつが、万里の長城になります。ちょっと下の方のちょっと赤いのが珍しいですけど、これが自転車のタクシーですね。これが肉まん、これが肉屋さんですね。豚が丸ごと一匹売ってたりしますね。この時の中国の取材のインプレッションがとても強くて、後のシェンムーのストーリーのベースとなりました。次に起承転結の四部構成でプロットを作成しました。起承転結を悲しみ、旅立ち、戦い、新たなる旅立ちとしてプロットを作成しました。起、悲しみは父の死、挫折。承、旅立ちは悲しみを乗り越えて中国へ。天、戦いは蘭亭との決戦、勝利。決、新たなる旅立ちは、目的をなくすアキラと友との旅立ちです。四部構成でプロットを作成した後、同じ構成で四楽章の組曲を作成しました。ライターに曲を聴かせてサブストーリーを発注し、ライターの自由な発想を引き出しました。次にゲームシナリオの制作に入りました。ゲームの開発者だけでは常識の壁を乗り越えられないので、脚本家とか映画監督、演出家などとボーダレスな開発体制の構築をしました。毎週逗子マリーナで合宿ミーティングを行いました。ゲームの開発者と映画の関係者と
戦いの末に11章のゲームシナリオが完成しました。サブストーリーやゲームイベントを付加した結果、メインストーリーの見通しが悪化しました。そこでメインストーリーを小説形式にして世界観とドラマ性の強調をしました。次にノベルの11章に対応した11枚のイメージ画を作成しました。スタッフのイメージを統一するために組曲ノベルイメージ画で世界観を共有しました。これが主人公の、コンセプトアートですね。中国に渡り多くの人々と出会って成長する姿を描くために、実際のバーチャファイターのアキラよりも若いアキラにしてあります。表情も豊かに描くために何種類かのテイクを考えました。これ初公開みたいな感じですけど小別に描いた実際のチャプターイメージになります。これがマップのイメージですね。マップのイメージは一章が横須賀ですから、二章から香港に渡って中国をこう回って、中国の各地とリンクしています。97年、それまでサタンをベースに進めていた開発を次世代機に変更しました。これが当時の企画書になります。この時点ではまだドリームキャストができていないので、次世代サターンと表記されています。プレイ時間に制約のないコンシューマーの開発なので、ゆったり遊ぶためのゲーム要素と配分を考えていました。ムービーシーンに5時間、我ながらよほど映画的な表現をしたかったんだと思います。複数対戦に4時間、バーチャファイターより広いフィールドで自由に戦いたいと思っていました。探索に4時間、 RPG といえばやはり探索です。広いフィールドを想定していたので、移動会話に8時間。剣法の物語なので、技の伝授、訓練に4時間。森や地下のダンジョンに4時間。小またぎのバック、移動に4時間。これは過去に通った場所、に戻って遊べる構造を考えていきました。合計45時間、最初から長時間遊んでも飽きないゲームを考えていました。この考え方がオープンワールドに発展していったんだと思います。この時点ではドリームキャストが発売されていません。これは私が次世代機のドリームキャストのスペックを予想して書いたものです。ですからこれ実際のドリームキャストとは違う、これは私の予測でしたから、この予想のスペックに合わせて
バーチャファイター RPG の具体的なフィーチャーを決めていきました。98年にはタイトル名を変更します。最初の予定は11章を上巻と下巻で発売する予定でした。しかしオープンワールドに関わるボリュームが予想を超えて増えたために、さらに DC の、キラータイトルとして仕掛けるためにはブランニュータイトルの方が有利であると考えました。タイトル名を変更してチャプターごとのリリースに切り替えました。バーチャファイター RPG アキラの章からシェンムー一章横須賀に変更です。プラットフォームの変更、タイトル名の変更に伴って企画の見直しを行いました。コンセプトはゆったり、たっぷり、しっとり。メインフィーチャーは4つ。オープンワールド、シネマティック、QTE、フリーバトルです。一つ目のキーワードはオープンワールド。ワンテーマの追求ではなくて、遊びを自由に選択できるように したいと思ってました。そのために、広大な街、サブストーリー、サブクエスト、ミニゲームなどが必要になってきます。街の中にはショップ、店員、通行人などを配置して、十分な会話も用意しました。プレイヤーの自由度を上げ、好きな場所に好きなだけいても飽きない空間の確保を目標と しました。二つ目のキーワードはシネマティックです。映画的な表現を使ってメッセージ性と感情移入を高めたいと思っていました。ムービーシーンはリアルタイム CG を使ってチューニングや変更を楽にすること。ゲームシーンのクオリティを上げ、ムービーシーンとの差をなくすこと。ゲームシーンとムービーシーンとの切り替えを違和感なく行うことを目標としてました。三つ目のキーワードは QTE です。映画とゲームとの融合が目標でした。ムービークオリティでストーリーフォローができるインタラクティブなイベントです。タイミングゲームが苦手なゲームプレイヤーでも遊べる分かりやすいシステムです。このシステムは失敗の回数で難易度を自動調整し、広いユーザー層に適用させることを目的としています。QTE の、ちょっとビデオ提供。Let me invite you to hell. Hey, boy! Enjoy, boy!懐かしいですね。4つ目のキーワードはフリーバトルですね。広いバトルフィールドの中で一対他のバトルを実現したいと思ってました。バーチャファイターが1対1ですから、もっと自由度を上げたかったんですね。対戦相手や技をストレスなく選択してバトルの爽快感を確保すること。
導入ムービー、QTE、エンディングムービーとのシームレスな切り替えを可能にすること。フリーバトルの中の自動カメラ追尾や、これらの質を上げることを目標としてました。地獄に招待してやるぜ。これが導入ムービーですね。次はデータ圧縮ですね。オープンワールドを実現するには膨大なデータが必要になります。当時の圧縮技術だと CD-ROM が50枚から60枚のゲームになってしまうことになります。50枚組で発売するわけにいかないので、3枚組で3枚になんとか入るようにいろいろなデータ圧縮に取り組みました。マジックメイズです。木の幹、枝、葉っぱのデータを複数用意して環境パラメーターから木のバリエーションを自動再生します。木の種類、樹齢、日当たり、風向きなどがパラメータになります。同様に花、岩などを生成します。これによって高圧縮を可能にしました。これが自動生成しているメイズになります。2キロ四方の、 フィールドを作っても4キロ四方の、フィールドを作ってもほとんどデータ量変わらないです。次はマジックルームになります。今は取り壊されてしまったんですが、香港に空論城っていうのがありました。ここの部屋に全部入りたいと思ったのがきっかけです。ビルはユニット工法でデータ圧縮しました。部屋、廊下、分岐、ドア、窓などのユニットに分けました。次はマジックルームです。インテリアデザイナーのレイアウトの思考を AI でシミュレーションするプログラムです。椅子、ベッド、本棚、キッチン、小物などのデータを持って AI が部屋の形に合わせて自動生成します。ゲームで探索が可能なように動線が確保され、コリジョンも自動生成します。マジックウェザーです。今はどこのメーカーもやるようになってますが、この時多分初めてのチャレンジだと思います。時間や天候をプログラマブルにコントロールするウェザーシステムです。時間変化による太陽光の変化、雨や雪は計算で表現します。
計算により天候表現を可能にしたので高データ圧縮が実現しました。シェンムーの物語は86年の日本の横須賀っていうところになります。86年から3年分の横須賀のデータを気象台から入手して天候を再現しています。これ雪から曇りで雪から夕焼けになってこれがプログラマブルにコントロールされます。ちょっと短いですね。NPC の行動制御スクリプトと AI によって NPC の1日の行動を制御します。これも今ではどこのメーカーもやるようになっている技術ですね。7時に家を出てバス停まで歩いてバスに乗り会社に出勤、昼休みに外出、食事をする、このような生活に根ざした行動のスクリプトがキャラ別にあります。NPC の行動制御のエピソードです。ある日、倉庫街っていうとこあったんですが、倉庫街に人が、NPC が全然いなくなってしまいました。原因がわかるまで長い時間かかったのを覚えています。原因はコンビニエンスストアでした。朝、倉庫街の NPC がみんなコンビニに寄って朝ごはんを買うのでコンビニ渋滞が起きてコンビニから出られない NPC が大量にスタック。自動ドアを大きくしたり入場制限を加えたことなどを覚えてます。もう一つ、これによって会社に遅刻する人がたくさん出てきました。モーションの共有なども、モーションの共有などもデータ圧縮の一環です。違う骨格でも骨の構造が同じであれば動く形にしました。ごつい男に間違って女性のモーションをセットしてしまい、モンローウォークの男が出現したことがあります。猫が二足歩行してしまったこともあります。これでその技術者の方が人と同じ骨格で猫や犬を作ったことがバレてしまったんですね。99年はプレイチェックとデバッグの繰り返しになってます。スタートからエンディングまでのプレイチェックを2週間かけて繰り返します。バグや問題点など1日に300程度アクションリストに追加されます。プレイチェックのチームを設置して24時間体制で常時録画しながらデバッグを行いました。プレイチェックのエピソードを一つ。シェムでは世界初の試みがたくさんあるんですが、
その中の一つにタイアップがあります。コカ・コーラやタイムエックスといった実際の企業とのタイアップです。コカ・コーラ社に、チェックのためにシェムの映像を提出したところ、自動販売機は道路にはみ出してはいけないとって言われて、道路にはみ出している自動販売機を全部移動したことを覚えてます。プロダクトマネージメント、またこのプロジェクトで一番大変だったのはプロダクトマネージメントでした。最終的に延べ300名を超える未体験の大型プロジェクトになりました。当時レッドマインのようなプロダクトの管理ツールはなく、Excel でアクションリストを作成してジョブオーダーシートで通達していました。ゲームを作りながらプレイチェックをするので、アクションリストがなかなか収束しません。アクションリストの項目が1万を超えたことがあります。このプロジェクトを紙で管理していたということを考えると、今でも恐ろしくなります。99年冬、シェンムー一生横須賀を、なんとかリリースすることができました。今回のレクチャーはこれで終わり。もうちょっと話そうかな。シェンムーのレクチャーのために皆さん集まっていただいてありがとうございました。Thank you very much. Do QA. Please, today, you have to use the microphones, because that way your questions can be translated into Japanese for Suzuki-san. So anybody with a question, I think there's two microphones here. No question. 聞こえますよ。聞こえます。Hi.I have a question. When will Shenmue 3 be released? いや、作りたいですね。なんか、機会があれば作りたいと思ってます今。Hi there. You mentioned sort of having to throw together a lot of things that are very common today in games. We still use terms like QTE all the time. Did you think Shenmue would have that far of a reach into the future?
その、なんでしょう、簡単に誰でも遊べるようなシステムは将来必要になるんじゃないかとは思っていたんですね。ここまで皆さん使っていただけるようになるとは思ってませんでした。Hi, I was wondering, a long time ago there was a video of you riding a bicycle in Yokosuka. I was wondering what, I never found it in game, or I was wondering did it ever get cut? あ、そうですね。シェンムーでも諦めたことが何個かありまして、やっぱり早く移動するために自転車に乗って違うところに行ったり、バイクをゲットしたらもっと早く着いたりっていうのを、実はシェンムーの中でやりたかったんですね。でもこういろいろな問題があって諦めました。Cool. Thank you for the great memories. Appreciate it. Hi. As a game designer, how important was it for you to convey the banality of everyday life in the actions of the main protagonist? Like, for example, petting a cat or buying a box of crackers, things that you typically don't do in a lot of other games.何でしょう、他のゲームがやっていないようなことをこうどん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 こう進めていくと、違うなんか効果が必ず出てくると思いますから、やっぱりシェムの、例えばシェムの2だと250キャラぐらいのキャラクターが全部自分の生活通りこう歩いて、生活を持って会社に出勤したりどっかしたりして、でプレイヤーが後ろをついていくと必ず何か見ていなくても行動していると。でこういったことがやっぱりこう何とも言えないこう生活感とかですね、まあ、シェンムーらしさとかそういうことにつながってくると思うので、まあまあ、そうですね、予算次第とかっていうこともあるかと思いますけども、効率がよくできるようであればやった方がいいんじゃないかなと思います。
Thanks very much. Thank you. Thank you for coming out to GDC. If you don't mind, would you feel like relating some of the stories behind the creative process behind Space Harrier? スペースハリアーの企画は最初は飛行機だったんですね。ジェット戦闘機で、で地面に向かってこう空対地って言って攻撃バーッと打って、普通の SF ではなくて飛行機だったんですけど、なんかこう飛行機をきれいに表現しようと思うとたくさんパターンが必要で、昔はスプライトって言って3D じゃないので、パターンをたくさん持つとメモリーがすごくたくさん必要になる。ですから人間を飛ばせばパターン少なくて済むと、そして大きく表現できるということで、飛ばすのは人にしまして、人が飛ぶので、SF にしないと、成立しないと、まあ、こんな感じで企画が進みました。Thank you very much. Thank you. So, you showed today an early prototype of Shenmue, the whole man on the pitch tree. I was wondering, would it be possible to play this demo one day? Because it seemed like a finished demo. You have a beginning and a end, so on a Saturn. So I was wondering if one day it would be published. プロトタイプはなんかまたプロトタイプのなんか良さがあって、商品化を考えないで作ってみたいですね。趣味で作ったら楽しくなりそうな気がして。Thank you a lot. 鈴木さん、今日来てくれてありがとうございました。はい。こっちです。I have two questions. So the first one is, what is the most difficult challenge during developing Shenmue?
And the second one is, if you are developing Shenmue right now, will you feel that that challenge will be easier to solve? And you also mentioned that there's tons of ideas you finally give up. So if you have chance, what is the most idea you think is really harmful, you want to achieve it? そうですね、難しかったことはやっぱり大勢の人を管理するシステムが昔なかったので、やっぱり今だったらネットワークを使ってとか、その外別な離れたところにいる人でも管理できるシステムがありますから、今だったらすごくよくうまくいくんじゃないかと思います。あと、そうですね、一番シェームでやっぱりコストパフォーマンスが問題になったところは、やっぱりワンウェイでそのステージがどん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 変わって、ストーリーごとにこうステージが変わっていく、まあいわゆるゴージャスな作りになってるんですけども、その辺の開発効率も今はすごく良くなってきてますから、今やるとやっぱり効率よく、前より全然効率よくできるようになると思います。 3D のいいエンジンもたくさん今はあります。ありがとうございました、はい、So we'll just have time for two more quick questions. So one of the great design challenges of making a cinematic game like Shenmue is, how do you have a dynamic camera without disrupting gameplay for the player? So in addition to QTE, what are some other modes of gameplay that really lend themselves well to having a sort of a free-moving dynamic camera that's very cinematic?これは当時はアメリカのハリウッド の, キャメラワークをこう分析して解析して、そしたらよく使うカメラワークを何パターンかにこう5種類ぐらいのカメラワークを全部で、特別なカメラワークを使わなきゃいけないシーンもあるんですが、なるべくその5種類に、決めて、それで例えば
5種類の中のバリエーション1の4とか1の3とかっていう形でこのカメラワークを使うって決めてやります。そういうことをしないとコストパフォーマンスがすごく悪くなってしまったり、あとはゲームでカメラワークをやったことのない人たちがたくさんいるので、そういうカメラワークを選ぶっていうことをしないとなかなかできなかったですね。Thank you. Well, I hate to say it, they're telling us we are out of time. Two housekeeping notes, please. You've got review forms that were emailed to you. Fill them out. And don't forget to return your earsets, headsets, whatever they're called, to the people outside. Thank you so much for coming today.